俺だ。そうそう、エース登場。あ、裏エースが、裏エース来た。じゃあ、あのエースあの前に貼り付けたんで、よろしくお願いします。じゃあ、ファイオーでいくよ、せーの、ファイオー。ファイオー、ファイオー、ファイオー。確かに、お、やばい。いきますよ。3、2、1。もう一回いきましょうか。サッカーだってウォーキングフットボールだったりするんで。いきますよ。せーの、3、2、1。こんにちは、神田です。今日はこの間行われた鳥栖対新潟の開幕戦、神田が、月曜日から繰り返し繰り返しその試合を見て、ひとまず、前半戦の部分、前半戦の部分って言ったらおかしいか、前半の部分を、ピックアップして、今日はね、画像を使いながら皆様に解説していこうかなと思います。去年、昨シーズンちょっとやっていたと思うんですけども、途中からライブ配信とか、毎日するようになって、言い訳ですけども、それができなくなったので、画像解説しながら、新潟の、何が悪かったのか、そして何が良かったのか、そして、なんといっても、谷口選手のスーパーゴール。それが決まるまで、なぜあのゴールが生まれたのか。影の MVP と言ったらいいのかな。神田が選ぶ、本当にこの選手がいなければ、谷口選手のゴールは決まらなかったんじゃないのかなと。この選手の一つ二つのプレーで、新潟は同点で、折り返すことが、前半折り返すことができたんじゃないのかなと。
まあ、神田なりの、見解を今日は画像を使いながらご説明していきたいと思います。でおそらく新潟は、まあ、今シーズン、まあ、サイドの選手、まあ、特に松田選手が入った場合は松田選手が中にポジションを取ったら藤原選手が高い位置を取り、まあ、これはね昨シーズンからやっていたと思うんですけども、4トップみたいな形にしていきたいんだと思うんですよね。で新潟は常に試合開始からトスのディフェンスの背後を狙う動きをしていたんですけども、まあ、神田も現地観戦していたんですけども、まあ、上空の風が強くてやっぱりねロングボール蹴っても押し戻されてしまうと言ったらいいのかな、ボールが押し戻されてしまって、まあ、なかなかねこう新潟の狙っていた意図とする攻撃が、まあ、裏抜けのねこういったボール、まあ、その辺の、まあ、蹴るね蹴り方というかボールの軌道というところも、まあ、一つねどういう風に蹴ったらいいのか、まあ、その辺も一つ課題になってくるのかなと、まあ、上空の風が強くてどうしてもねボールが若干押し戻されてるシーンが前半は多かったのかなと思います。でトスのプレッシングなんですけども、秋山選手がボールをね、まあ、トーマス・デン選手から受けようと思って、まあ、後ろね確認してると思うんですけども、それに対して、必ずトスのインサイドハーフの福田選手がこうプレッシング前に出てきてプレッシャーをねかけに来るんですよね。でやっぱりこう新潟がなかなかね中を使えなかった、中に差し込むようなパスを出せなかったのが、新潟の4バックに対してトスは4枚でだいぶねこれね皆さん見てもらったら分かると思うんですけども、中を絞りながらプレッシングというかこうプレスをかけようとしてきているんですよね。なのでねなかなか、新潟はパスが出せず、まあ横パス、まあトーマス・デン選手に一回返して戻して、まあ新井選手に、まあ、パスをねつなげていくんですけども、そうするとトスの長沼選手が新井選手に猛烈にプレスをかけに前に出てくるんですよね。そうなってくると新井選手がここの位置でパスを受けるんですけども、トスがハイプレスをかけてきているのでパスの出しどころがなくなってしまう、まあ、これがまあトスのプレスというか、トスが新潟からボールを奪うため前にボールを運ばせないためにまあ仕掛けて、チームとして意思統一してやってきたことだと思うんですよね。なので新井選手は無理して前につなげてボールを奪われてしまってはいけないので、どうしてもこう小島選手の方にボールを下げてしまう。ボールを下げることによってまたねトスが全体のラインを上げて、まあプレスをかけに来るというような形の繰り返し、まあ、だったのかなと神田は画像映像を振り返りながら感じました。まあ、失点シーンなんですけども、まあ、小島選手のパスミスから、まあ、スローイン深い位置に入れられて、まあ、アバウトなクロスが入ったところを、まあ、秋山選手、まあ、たまたまね秋山選手のところだったんですけども、まあ、こういったクリアはしっかりね、クリアするならはっきりと、まあ、大きくねクリアした方が良かったのかなと、まあ、ミスが続いてしまうとどうしても、まあ、J1 のチームに対しては失点してしまう可能性が、まあ、上がってしまうのかなと思います。まあ、この辺の、まあ、やっぱりね、意識というか、はっきりするところははっきりするというね、そういったところのプレーは、次節のガンバ戦で意識してプレーしてほしいなと思います。まあ、秋山選手だけではなく、本当に全員に言えることなので、しっかりね、集中してやってもらいたいなと思います。でこのシーンではボールをトスに奪われた、
後の展開なんですけども、まあ、藤原選手が、右サイド駆け上がっていく。で、それを見て、まあ、藤原選手をおとりに使って、松田選手が中にね、クロスを上げていくんですけども、これ弾かれてしまうんですよね。弾かれて、再び松田選手のところにボールが戻ってくるんですけども、まあ、ちょっと皆さん画像を見てもらったらわかると思うんですけども、松田選手がいい体勢じゃないのに、変にね、松田選手がボールに触れてしまうんですよ。これ神田だったら、宮本選手に任した方がいいんじゃないのかなと思うんですよね。だからここやっぱり、いい体勢の宮本選手に任せた方が、まあ、これ、ボールの処理はスムーズにいったんじゃないのかなと思うんですよね。で、その後結局、相手に囲まれてしまって、トスの選手にボールを奪われて、まあ、藤原選手が急いでね、プレスバックしていくんですけども、まあ、藤原選手が急いでプレスバックして、守備していくんですけども、藤原選手でも、ボールが奪えず、このボールをトスにうまくつなげられてしまう。そして、マルコス・ヒアン選手が、うまくスペースを使いながら、スペースができたところにドリブルで侵入していって、最後、マイケル選手もかわされて、シュートを打たれてしまう。まあ、新潟の場合は、どうしても、サイドバック、両サイドバックが高い位置を取ってしまうので、まあ、荒井選手が上がったスペースも、おそらくこういった形で使われる可能性があると思うんですよね。ボールを奪われた瞬間に、やっぱり、ボール、セカンドボールを拾えなかったら、こういった、新潟の両サイドバック、上がったところの空いたスペース使われると思いますので、まあ、その辺をどうしていくのか。まあ、松田選手が悪いっていうわけではないと思うんですけども、やっぱり自分の判断が難しいんであれば、しっかり周りの選手が声をかけてあげて、いや、触るな、俺に任せろみたいなね。俺の方がいい、俺が触った方がいいっていうようなね、まあ、掛け声とか、そういった本当一瞬の判断。一瞬の判断で、やっぱりゴール前まで一気に攻め込まれる。そして危うく失点っていう可能性もあるので、本当にその一瞬の判断、声の掛け合い、どうなのかっていうところは、一つ一つね、大事にしていってもらいたいなと、思います。で、トスは、基本は、3ラインを形成して、4-3-3 で守っていた時もあったんですよね。まあ見てもらったらわかると思うんですけど、だいぶコンパクトなんですよ。だいぶコンパクトに、守備陣形を、保ちながら守っていたと思うんですよね。なので、なかなかね、これ秋山選手がボール持ってると思うんですけども、まあ前線とタイミングが合わず、まあなかなか前にね、ロングボール、ロングフィードのボールが蹴れなかった。秋山選手から、デン選手に、まあ横パス、まあ下げるようなパスが出た瞬間に、じゃあトスはどういう風なプレスをかけに来ていたのかというと、トーマス・デン選手に対して、トスの、まあ、インサイドハーフの選手が出て行って、プレスをかけに行く。そして、トーマス・デン選手から、多分手前のサイド、荒井選手が高い位置取ってると思うんですよ。ハーフウェイラインの線ぐらいの位置に。それに対しては、トスのサイドバックの選手が、プレスをかけに行って出ていく。そうすると、トスのサイドバックの選手がいたスペース、まあ、宮本選手が立ってるんですけども、ここが空いてしまうので、ここの空いたスペースに必ずアンカーポジションの川田選手が落ちてきて、そのスペースを埋めながら宮本選手にプレスをかけに行くっていう、もう見事にしっかり連動して、プレスをかけに行く。もうこれは多分トスが新潟対策、もしかすると他のチームの対策としても今シーズンやってくるかもしれませんが、しっかり前に出ていった選手に対してチームとして連動していく。で、空いたスペースに必ずアンカーの選手もしくはインサイドハーフの選手が落ちてくる。そしてスペースをケアしてフォーバックは必ず形成していくってことはやっていたのかなと。バランスを崩さず守っていくってことはしっかりトスの中の決まり事としてやっていたんじゃないのかなと思います。そしてトスのプレスをかけに行った、トーマス・デン選手にプレスをかけに行った選手が、
しっかり中切りしてパスの出しどころを潰されてしまって、トーマス・デン選手が外側にしかボールを出せない、パスを出せない。そうなってくると結局新井選手のところにトスのサイドバックの選手がプレスをかけに来てしまうので、無理やりねトーマス・デン選手が縦パス入れてしまうと、ここでインターセプトをされてしまう。そしてあわや失点と、まあ失点しててもおかしくないようなシーンがあったのかなと。まあ、本当にトスが見事に守備の構築をして、どういうふうに、なんだろうな、新潟をはめて、どうやって新潟からボールを奪うっていうことは全員が共通認識していたなと思いますね。なのでまあ新潟がもしね、こういった場合次のガンバ戦もあり得るので、もしこういったガンバがしてきた時に、まあ宮本選手がこれ裏抜けてね、裏抜けるというか前線に走っていこうとしてるんですけども、まあ宮本選手がここの×の位置でボールを受けて、ダイレクトで藤原選手もしくは松田選手のサイドまで飛ばしてもいいんじゃないのかなと。まあそういったことをやって、まあトスのプレスを打開していくっていうこともやってもよかったんじゃないのかなと。まああくまでも神田個人の見解なんですけども、まあこれが正解っていうわけじゃないですけども、まあもう前から来ててパスの出しどころがないっていうんであれば、ワンステップでね、逆サイドに思いっきり蹴り込んでもいいんじゃないのかなと、神田は映像を見ながら振り返りながら感じました。まあ先ほども言いましたけども、まあ風下ということもあっただけに、新潟が、まあこの辺のね、ボールが、合うと面白いのかなと。まあこういった攻撃ができるとより面白い攻撃ができるんじゃないのかなと。秋山選手から右のね、松田選手が斜めに入ってくる。まあこういった、ボールが合うと、新潟は本当にワンチャンスで一気にシュートまで持っていけるので、まあこういった攻撃を次回ね、もっと増やしていってもらいたいなと神田は思います。ちょっとね、画像では分かりづらい書き方をしていますが、まあトーマス・デン選手がボール持ってるんですけども、ボール持ったトーマス・デン選手に対して、トスのマルコス・ヒアン選手が、プレスをかけに行く。そうすると、その逆サイド、まあトーマス・デン選手が小島選手ね、ボールを下げようとしている瞬間に、今度は逆サイドの、トスの選手が秋山選手の背後を消しながら、まあ、マイケル選手に対してプレスをかけに行く。そして手前サイドではトスの選手が連動して、マルコス・ヒアン選手のプレスに連動して新井選手に、まあ、マークをついていく。そしてそれを見た中央の河原選手が連動して新潟の秋山選手にマークをついていく。そして新潟の右サイド、の方ではトスのね選手が連動して藤原選手にマークをしていく。もうこうなってくるともう難しいっす。もうパスの出しどころがマジでないっす。だからこうなる前に新潟がどうしていくのかっていうところが、まあ一つ課題になってくるのかなと。でトーマス・デン選手が、まあ、ボールをね小島選手にまあ下げていくと、トスがより全体のラインを押し上げてくるんですよね。そうすると、まあ小島選手、まあルックアップして、まあ前線の選手の動き出し見ていくんですけども、まあおそらく映像、画像ではこの先が映ってないんですけども、前線の選手のタイミングが合わない。合わず、まあ小島選手、まあ逆サイドに、右サイドに開いてるマイケル選手にパスを出すんですけども、まあ、先ほど失点したシーンでミスが若干よぎったのか、ちょっとわからないんですけども、マイナスにね、出してしまうんですよ。マイナスにパスを出してしまうので、マイケル選手と合わず、まあ、ミスが起きてしまうというか、まあ、ミスになってしまったんですけども、まあ、こういったところ、まあ、どうしていくかですよね。本当に新潟が。こういったことって多分おそらくガンバ戦でもあると思うので、ここの部分を新潟がこういった相手が陣形を、こういう陣形を取ってきた瞬間に、まあ新潟は無理して繋いでいくのか、どうしていくのか。まあその辺はチームの、まあ今後の、まあもうボール保持のチームにとったら絶対これって、
もうついてくることなので、そこをどうやってチームで共有して打開していくのか、まあその辺がやっぱりシーズン通しての課題になってくると思うんですよね。まあここでボールを奪われてしまってショートカウンターから失点っていうパターンもありえますので、まあその辺の課題というか打開というか、その辺は、まあチームで、うまくね、解決できるようにしていってもらいたいなと神田は思います。で、これ新潟の攻撃めちゃめちゃ良かったなと神田は思うんですけども、まあ右側でオーバーロードさせて、まあ鳥栖の選手を右サイドに寄せていく、そして宮本選手がボールを収めた瞬間に新井選手が高い位置を取っていく、そうすることによってトーマス・デン選手がワンタッチで新井選手に出していく、で新井選手からサイドに開いた小見選手にパスを出す、小見選手がキープできたらあそこのポジションにいた宮本選手がここまで、走ってきて、映像でも多分ですけど宮本選手がコミコミって呼んでたと思うんですよね。で、宮本選手が小見選手を呼ぶ、で、小見選手が宮本選手にパスをつないでいく、で食いついてきたところに対して新井選手にパスを出して、新井選手が一気にねサイドチェンジのボールを蹴っていく、そしてこれ松田選手につながっていくんですよ。松田選手から藤原選手につながっていって、で藤原選手がまあちょっとね下がり気味のポジション、ボールを追った瞬間に今度は秋山選手がそのポジション高い位置を取っていく、そうすることによってまあ秋山選手がまあ中に入ることによって、あそこでねボールを欲しがる、多分手上げてると思うんですよね、これ映像で見る限り。秋山選手が手上げてマイケル選手に、ヘイマイケルと、ここにパスをくれと、ここ出せるだろうみたいなね感じの、声かけ動作をしてて、まあマイケル選手がここめがけて蹴るんですけども、まあちょっと何回も言って申し訳ないんですけども、風下のせいで、まあ、ボールがねうまく、前に行かず押し戻されてしまって、まあ秋山選手が競る形になるんですけども、まあ、この攻撃ってめちゃめちゃいいなと、右サイドで作って左に素早く展開して、新井選手のロングキックの精度を使ってまた右サイドに展開していく、やっぱりトスの目線を変えるっていうのが大事だと思うんですよね。トスの目線を変える、守備の目線を変えて左右に左右に振っていく、そして空いたスペースに秋山選手とか、そういった選手が入っていって攻撃層を厚くしていく、前の攻撃に圧力をかけていくっていうのは非常に良かったなと神田は思いました。で、これは左サイドの攻撃なんですけども、まあ鈴木選手が中盤に落ちてきたら、まあ小見選手が鈴木選手が落ちたワントップの位置に入る。で、秋山選手が、まあ小見選手のいたサイドのポジションに入っていく。ですけども、これはめられるんですよね、トスに。まあトーマス・デン選手までパスを戻していくんですけども、まあ、宮本選手が、鳥栖の選手に、まあ、挟まれて、宮本選手にはパスを出せない。で、おそらく、一番手前、新井選手の斜め前のポジションに、秋山選手がおそらくいると思うんですけども、ここ映像でね、多分、声入ってると思うんですけども、秋山選手がね、トミーってずっと呼んでるんですよね。呼んでるんですけども、なかなかこのハイプレスがきつくてパス出せない。で、トーマス・デン選手が、まあ、小島選手にまた下げてしまうんですけども、まあ、下げてしまうって言い方おかしいですね。小島選手に下げて、もう一度ね、ビルドアップをやり直していくんですけども、まあ、トーマス・デン選手が、まあ、パス、秋山選手に出せなかったから、まあね、手を上げて、ごめん、みたいなね、感じの動作してると思うんですけども、ここにね、新潟の選手がいないんですよ。ボールを小島選手に下げるのはいいんですけども、ここに新潟の選手がいないんですよね。だから誰が、まあ、こういった瞬間、トスのハイプレスかけられて、圧力かけられて小島選手まで戻していくのは全然いいです。戻してもう一回やり直すのはいいんですけども、そのやり直した後に、誰がここにいるべきなのか。誰かがやっぱりここにいないと、やっぱりね、結局パスの出しどころがない。
まあ、鈴木選手、宮本選手が気づいて、ここのスペースに入っていくんですけども、もう、トスがね、そこ気づいてるんですよ。ここしかパスないよねって言って。そうなっていったら、もうね、トスがボールを奪っていく。新潟からすると、ボールを奪われてしまう。そういったことになって、結局、ショートカウンターで、ゴール前まで運ばれてしまうっていうことになるので、ボールを小島選手まで下げる、もしくはトーマス・デン選手、マイケル選手まで下げたときに、あそこのね、中盤のところに、やっぱり誰か一人入ることが大事になってくるのかなと、神田は映像を振り返りながら、まあ偉そうに言って申し訳ないんですけども、サッカー素人の神田が言って申し訳ないんですけども、まああそこに誰かが入っていくっていうところが一つ大事になってくるのかなと感じました。まあこれも本当にね、新潟の攻撃のいいシーンかなと思うんですけども、まあ、松田選手が裏抜けを狙っていく。ですけども、まあ、松田選手に、まあ、パスが、ロングボール、蹴れなくて、出せなかった。そうすると、藤原選手が、その間に、こうね、高い位置を取っていくんですよね。そうなっていくと、まあ、画像を見てもらったらわかるんですけども、トスの、サイドバックとセンターバックの間が割れるんですよね。なぜ割れるかというと、トスの左サイドバックの選手が藤原選手を見ないといけない。そして松田選手が中に入っているので、中にポジションを取っているので、トスのセンターバックは松田選手を見ないといけない。そうすると、どうしても、ここの間、トスのサイドバックとセンターバックの間が割れてしまうんですよ。割れた瞬間を、まあ、新潟が多分おそらくこれずっと狙っていたと思うんですよ。ずっと狙っていって、そこに松田選手が割って入っていくことによって、まあ、新潟のチャンス、前半何分だったかな ?20 分過ぎ、25分過ぎに、まあ、ようやくね、新潟が狙っていた形が、形から、攻撃のチャンスが作れたシーンだったかなと思います。だからこういったことをやり続けるってことが一つ今シーズン大事になってくるのかなと神田は思います。次はトスのクロスの狙いなんですけども、まあ、トスがサイドからね、両サイドからクロスを上げるときに、まあ神田が試合現地観戦していて思ったんですけども、まあこのクロスの時は、ヒアン選手が前、長沼選手が後ろにポジション取ってるんですけども、まあ、新潟のデン選手、荒井選手が、まあ、ヒアン選手に引きつけられて、まあ、この後、長沼選手がフリーになっていくんですけども、この瞬間、クロスが上がった瞬間に、まあ、ヒアン選手が後ろ、長沼選手が前のポジションに入って入れ替わっているんですよね。なので、トーマス・デン選手、荒井選手は、まあ、先ほど言ったように、ヒアン選手に引きつられて、2枚ね、どうしてもマークついていくんですよね。まあ、ヒアン選手身長が高いし、フィジカル強いので、競り負けてしまうと危ないと。ですけども、ヒアン選手はそれを見て、中沼選手が前に入ることでフリーになると感じて、ポストプレーって言ったらいいのかな。中沼選手に対して、落としていくんですよね。クロスの、ボールを長沼選手に落とす。なので、これがね、前半結構3、4回ぐらいあったんですよね。最初はヒアン選手が前にいて、長沼選手が後ろにいるんですけども、クロスが上がった瞬間、ヒアン選手と長沼選手が入れ替わって、ヒアン選手の前に長沼選手が入っていく。そうすることによって、新潟のディフェンスが、引き連れられて、中沼選手がフリーになる。もしかするとガンバ戦でも、ネタラビ選手に対して、こういったことをガンバがやってくる可能性があるので、まあ、そこの修正、改善はちょっと必要になってくるのかなと。ネタラビ選手に対して2枚ついていってしまうと、絶対前に入ってくる選手、まあ、山田康太選手とかが多分おそらく入ってくる可能性があると思うんですよね。待ち構えてる可能性があるので、そうなってくると、シュートめちゃめちゃ上手いので、山田康太選手。一気にミドルシュートね、決められてしまうっていう可能性。もしくはペナルティエリア内でフリーでシュート打たれて失点っていう形があるかもしれないので、まあ、そこの改善はしっかりね、チーム内で共有していってほしいなと神田は思いました。
まあ、ここもね、松田選手からなんですけども、やっぱり去年ね、なかなか松田選手がこうやって中に斜めに仕掛けていくってことがなかったと思うんですけども、こうやってね、個人の力で打開してくれると、一気ね、2枚剥がすと中は必ずチャンスになりますので、まあ、松田選手がシーズンオフを経て、キャンプを経て、かなり成長したなと。松田選手のこういったね、プレーがまた次のガンバ戦で見れると、新潟はより攻撃のチャンス、そして得点が奪っていけるんじゃないのかなと神田は思いました。最後は同点シーンを奪った谷口選手のゴールシーンなんですけども、まあ、谷口選手のゴールはもうめちゃめちゃ、もう誰が見てもスーパーゴール。本当にこのゴールで、新潟は一気にね、後半、盛り返したと思うんですけども、まあ、神田は、まあ、現地観戦見ていて、ちょっとね、谷口選手もすごかったんですけども、神田は藤原選手のプレーから、この得点が生まれたんじゃないのかなと思って、まあ、帰りがけ、映像をちょっと振り返りながら見ていたら、やっぱり藤原選手のプレーで全てが決まったんじゃないのかなと、まあ、神田は思うんですけども、まあ、それをちょっと説明しようと思うんですけども、まあ、クリアしたボールが、まあ、空中に浮いて、まあ、ルーズな感じになってる瞬間なんですけども、これを、まあ、藤原選手が、まあ、ボール、触って、まあ、処理していくんですけども、まあ、それに対して、トスの、まあ、樺山選手が、まあ、トラップした瞬間、藤原選手に対して、まあ、厳しく、プレスをかけに行く。ボールが流れてしまった藤原選手は、体のバランスが、まあ、崩れるって言ったらおかしいですけども、まあ、ちょっとね、まあ、無理な体勢になったのかなと、まあ、映像で見る限りそう感じるんですけども、まあ、あえてね、もしかすると、ボールを、体から離したのかなと思う感じなんですけども、まあ、樺山選手のプレスに対して、まあ、しっかりね、藤原選手が体でボールを被せる。そうすると、まあ、藤原選手が、あえてね、多分右サイドに出した、サイドにボールを出したことによって、まあ、一瞬ね、樺山選手を振り切ることができるんですよ。そうした瞬間に藤原選手が、本当に一瞬なんですよ。これ本当に一瞬。一瞬なんですけども、まあ、ボールを奪われない藤原選手がサイドにボールを出した、この判断がめちゃめちゃ良くて、松田選手がそれに対して動き出し、合わせていくんですよ。藤原選手がボールをサイドに出した瞬間に、あ、藤原選手がボールを前に蹴り出してくれるんじゃないのかなと思って、松田選手がその動きに対して、前にね、出ていこうとする。その動きを見て、藤原選手が裏に蹴る動作に入るんですよ。そうした瞬間に、まあ、藤原選手の蹴る動作によって、トスの川原選手が一瞬下がるんですよ。一瞬下がる。それによって、宮本選手がフリーになるんですよ。この瞬間。この瞬間、このほんと一瞬のプレーですよ。一瞬のプレーで、この藤原選手の一瞬の松田選手にボール蹴るぞっていうね、そのキックモーションと言ったらいいんですかね。その瞬間に川原選手が一瞬下がる。そうすると宮本選手が開く。そうなっていくと、この藤原選手の素晴らしいプレーで、トスのディフェンスライン、もしくはトスの中盤の選手が全員一瞬、後ろ向き、後ろに下がる体勢になるんですよ。で、それを見た、まあ、それをもう、見越したと言ったらいいのかな。もう、長年ね、鈴木選手と藤原選手って、まあ、やってるから、それを見越して、鈴木選手だけが、一瞬、逆の動きをして、藤原選手の方に寄って落ちていくんですよ。で、その動き、その鈴木選手の動きを、藤原選手は絶対確認してると思うんですよ。確認しているからこそ、次のプレーで、藤原選手が松田選手に対して蹴らずに、鈴木選手にパスを入れていくんですよ。そうすると完全にこれ宮本選手が空いてるんで、宮本選手が空いてることを鈴木選手も絶対確認しているので、
ダイレクトで鈴木選手が宮本選手にパスを出していく。そうした瞬間に河原選手がやべえと思ってるはずっす。しまったと思ってるはずっす。やべえ、宮本選手がフリーだと。で、この瞬間に画像を確認してもらったらわかるんですけども、皆さん見てもらったらわかるんですけども、谷口選手についていたセンターバックが、これ食いついてしまってて、ギャップになってしまうんですよね。ギャップ。食いついてしまったことによって、ギャップが空いてしまう。なので、急いで河原選手が宮本選手にスライディングしていってるんですけども、宮本選手はそのワンプレーで、藤原選手のあの一瞬の蹴る動作、キックモーションによって、フリーになってしまったので、あ、フリーになってしまったのじゃない。フリーになったことが理解できてるので、ダイレクトで谷口選手に合わせていく。完全に谷口選手はトスのセンターバックの逆を取って裏に抜け出していく。もうこれ見事だったと思います。そうすることによって谷口選手がうまく抜け出すことによってあのスーパーゴールが生まれた。神田はそう思うんですよね。まあ、神田と同じ山口市出身だから神田さん、藤原選手をそういう風に言うんじゃないですかって思うんですけども、神田は、ま、何回もこのシーン見るんですけども、まあ、もう本当にね、ご本人に聞いてみないとわかんないです。ご本人に聞いてみないとわかんないんですけども、何度も何十回も見たんですけども、やっぱり藤原選手のあの一瞬の、まあ、川山選手、まあ、守備がちょっと苦手っていうところもあると思うんですけども、まあ、そこで、川山選手が来たとしても、ボールを奪われない。そして、右サイドに、わざとね、ボールを出すことによって、松田選手が裏抜けてくれる、そういった動き出しをしてくれるって藤原選手が信じた松田選手の、そのなんていうのか、コンビネーションというか、深い絆。まあ、鈴木選手は、鳥栖の選手が後ろに下がる体勢になった瞬間に、藤原選手に対して蹴らないだろうねと。俺が寄っていった方がいいよね。中盤に落ちていった方がいいよねって言って多分落ちていってる。それを理解した藤原選手が鈴木選手にパスを入れていく。縦パスを入れていく。そうすることによって宮本選手が開く。鈴木選手がそれを理解した上でダイレクトで出して、宮本選手が河原選手が寄ってくることも想像して予想して、谷口選手の動きを確認してダイレクトで出していく。もうこれ本当に一連めちゃめちゃ素晴らしい。本当に藤原選手があそこでボールを奪われなかった。それを見越して、すべて藤原選手からのきっかけで、まあゴールに結ばれたシーンだったんじゃないのかなと、神田は思います。すげえ選手だなと。開幕早々から、めちゃめちゃすげえことをやってるなと、神田は。まあ本当に、イケメンだからな、あんまり褒めたくないんですけど、イケメンでサッカー上手くて、頭良くてって、あんまり本当に褒めたくないんですけども、まあ、このシーンでちょっと現地観戦していて、ちょっとやっぱり藤原選手からこのゴール生まれたんじゃないのかなと、まあ、先ほども言いましたけども、まあ、帰りの道中、何回も確認したんですけども、やっぱり全ては藤原選手から始まったなと、思わざるを得なかったので、まあ、あえて動画で紹介させてもらったんですけども、さすが山口県、山口市が誇る、スーパースターだなと思っておりますので、まあ次のガンバ戦も、まあ藤原選手が出るかどうかわかりませんけども、まあ本当に藤原選手の活躍が、新潟がてっぺんを取るためにめちゃめちゃ大事になってくる。まあ藤原選手だけじゃないんですけどもね、本当に全員が活躍してくれたら、間違いなくてっぺんを取れるんじゃないのかなと。まあ山口県、山口市が、生んだ素晴らしいスター選手が活躍してくれると、やっぱり神田もね、めちゃめちゃ嬉しいなと思って、まあ本日ね、取り上げさせていただきました。まあちょっと神田ね、仕事が忙しくて、今週多分ライブ配信ができないままガンバ戦迎える可能性が高いので、申し訳ございません。まあまた、ガンバ戦の動画など、まあ後半戦ね、ちょっとまた分析できたらお伝えしていこうと思うんですけども、まあできなかった場合は、本当に申し訳ございません。まあ、できる限り、突戦の分析、そしてガンバ戦の分析はお伝えしていこうかなと思います。本日も長い動画になりましたが、最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。それでは、また。どこ開けてるんだ。
おリンゴリンゴリンゴ米美味しいリンゴがあるよね。何面白いリンゴって、こんなこうこれいいじゃん。お礼は。ありがとうございました。